いや、神様がねポストに入ってましたよ。世界メシア教、プレシャスは違うか、世界メシア教ですね。何ですかこれは。救世主、神様の子供となるために、今から2000年前ナザレのイエスは私たち全人類の罪をあがなうため十字架でご自分の命と血を捧げられましたと書いてますね。よく聞く話ですよね。まあ、こういうふうに一つの宗教としてくくっていくと、まあ一つね思想が固まるんでしょうけども、不思議なのはね、世界メシア教ってキリスト教なんですよ。今お話したようにキリスト教なのに、なぜか日本人というね、この人が一番偉い人ということになっています。イエス・キリストって日本人だったんですかね。まあ青森になんかね、イエス・キリストの墓があるみたいなことで村おこししてる人もいますけども、世界各地にね、ここでイエス様がお亡くなりになりましたとか、ここでイエス・キリストがなんか一定期間住まわれましたとか、実はイエス・キリストが生まれたロバの牛舎っていうのはここなんですよとかね、いろいろな村おこし、町おこしをしてるんですけども、まあなかなかね響かないですよね。はい、私たち一人一人の中には誰でも例外なくメシアの御霊があり、私たちはそれに結ばれているのです。結ばれているはずなんですけども、こういった営業活動しないとなかなかね人が集まらない、結ばれないということにもなってきます。私たちは宗教も国境も人種もあらゆるものを超えて、この真の救いの福音を求める方々と共に歩んでまいりたいと願っています。やっぱりね、何て言うのかな、私ちょっと不思議だなと思うのは、神様でしょ。神様はなんでね説得力がないんだってことなんですよ。私が神様ですっつったら、まあいろんな教えがありますけども、全ての人をね魅了できるぐらいの魅力がなければいけないのに、なんかこう人間っぽいっていうかね、適当に嫌われていて、適当に信頼されてなくて、適当に信頼してくださる方がいて、まあ、普通の人と全く一緒なんですよね。神様だったら、まあ、基本的には全知全能とは言わないですけども、大抵のことはやってのけると思うんですけども、いまだにこっちの神様、あっちの神様、そっちの神様が対立していてね、いろんないさかいとか争いを起こしているってことがありますよね。でこっちの神様に支持してた人が移動するみたいなこともあってね、なんでそうなっちゃうんだろうなということがありますよね。で不思議なのは、もっとねこういった神様のもとに集まる人ってなぜかね自分の問題の解決ができてないんですよ。自分の問題が解決できずに、例えば自分は神様を信じてるけども、自分の家族はちょっとやめなよそんな宗教みたいなこと言われていてね、その身近なところから解決していかないといけないのかなって気がしましたけども、そういうこともこの世界メシア教会に行けば分かるんじゃないかなと思います。ポストに入ってました。